となっています。やはりレベルの高い後半戦のグループ。さあこの後はもうもちろんベストノアコールでわかるでしょう。アンナ・ベストノア、ボールの演技に挑みます。カナエワを追いかけるアンナ・ベストノア、25歳。種目別で銅メダルを獲得したボールの演技です。投げが高いです。転がしも綺麗ですね。ピボット、はい、スピード感があります。頭の上でキャッチしました。これがアンナ・ベストノア、はい、素晴らしいです。言葉という表現手段を超えたアンナ・ベストノアの世界です。スタンディングオベーション、この三重県営サンアリーナに訪れた観客の反応が全てです。このキャッチも難しいんですよね。はい、とても難しいと思います。そしてベストノアのピボットもスピーディーです。はい、この演技ベストノアとしては完璧に近かったんじゃないですか。はい、いい出来だったと思います。さあキスアンドクライ、アンナ・ベストノアです。3種目目はボールの演技でした。さあ大きく手を振ります。演技でしたね。はい、さあ気になるのはやはりベストノアの演技ですが、さあベストノアのボールの得点が出ました。すべて D、A、E 得点、9点台をマークして 28.200。 笑顔を見せていますベストノア。女王カナエワを追いかける一人、ウクライナアンナ・ベストノアです。ベストノア選手引退という噂も私聞いておりますので、とても残念なんですが、今回この演技もしかしたら最後になるかもしれません。しっかりと見ていきましょう。ベストノアの世界です。
ての視線を独り占めにしました。アンナ・ベストノワ、本当に鳥肌が立ちますね。言葉にならないという感じです。スタンディングオベーション、世界へのメッセージ、この演技全てをかけていきました。アンナ・ベストノワ、この観客スタンディングオベーション、これが私に対する世界の評価。ベストノアはこのスタンディングオベーション、拍手を惜しみなく送る一人一人に対して、その人たちのために演技をします。拍手が鳴り止むことはありません。改めて演技をご覧いただきましょう。大きく描くこのリボン操作、きちんと打球がかけています。そしてなんといってもこの動きがかっこいいですね。動き一つ一つにドラマがある。ベストノアのその表情にも様々な色がある。そしてその目は全てを物語っています。はい、この表情いかがですか。もう本当に何とも言えないという感じです。素晴らしいです。4種目目を終えましたアンナ・ベストノワ、小さくハートを描きました。これが世界を愛するベストノワの気持ちです。さあ得点が出ました。ベストノワのリボンの得点は 27.625、 B スコアが8点台、 8.925 ということで、ブーイングが出ていますね。ちょっと観客の